我再改下莫雷拉，改到做大冷门睇下回答会点样讲啦？因为最后一次噶啦，呢、這个 Star Wars Pocket。佢都每日整啲东东打得异常噶啦。莫雷拉够胆爆到烂啦！一つのピークを迎えます。クラシックロードの天王山ダービーのスタートです。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、さあ何が行くのか。9番ナノニアグロックが先手を取ります。11番シュガークーン、13番ヒンエンペラー、その外にヤスティンミロノ、まもなく第1コーナーに差し掛かります。レナレイダがその後ろ、それからもう1頭12番シックスフェンス、10番サンライズジパング、ミスター GT が並んでいます。そのうちに5番ダノンデサイル、3番ユーンテイク、外を通って14番ボンバデカーブース、内を通ってスルスルとサンライズアーズが上がっていきました。17頭第2コーナー左にカーブを取ります。その外コスモキュランダ、その後ろでやりましょうか。8番アーバンシップ、湘南ラプンタ、その外からは17番リコロバルツ、そしてしんがりからビザンチンドリームという展開です。さあ先頭の方はどうなっているか。逃げる逃げるナノニアグロック、大きくリード。そしてその後ろから11番シュガークーン、13番シンエンペラー、レガレイダが並んでいっています。そしてその外にヤスティンミロノ、これが1番人気のシックスペンス。川田騎手、この手応えはどうか。それから5番ナノンデサイル、17頭が大ケヤキの向こうを通過するところであります。その外スーッとサンライズジパングが上がっていきました。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。シックスペンスは6番手といったあたり。さあ先頭はダノンネアグロックが大きくリード。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ダノンネアグロックが抜け出した。懸命に手を動かして川田とシックスペンス、外からはサンライズジパング、一番内ダノンネアグロックが頑張っている。このまま最後まで行ってしまうのか。一番内ダノンネアグロックが粘っている。外を通ってアーバンシップが粘った粘った。ダノンネアグロック、ダノンネアグロック1着。ダービー勝ったのは9番ダノンネアグロックが